アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかしたらここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和5年6月25日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて2023グリーンボールチャレンジジュニアトーナメント、その交流戦となります。サイドワインダーズ対クラブベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始11時キックオフ予定です。現在両チーム試合前のウォーミングアップ終わりまして、その試合開始の時を迎えんと最後のハドルを解いたところです。両チームご紹介させていただきます。手前側に陣取りますのが、本日はメインスタンド側、カラーのユニフォームブラックをまとっておりますサイドワインダーズ。関西でも歴史ある最古豪となります社会人チームです。かつては岩谷サイドワインダーズとして X1 を賑わせておりましたこの強豪チームですが、昨シーズン X2、X3 の入れ替え戦におきまして、磯のスーパースターズに苦杯をなめられ、今シーズン X3 にて再度その立て直しのシーズンを迎える形になります。しかしその息高く、その昨シーズン X2 にありました陣容を保ったまま今シーズンを迎えております。その威力を発揮し X2 復帰、そしてその古豪のかつての輝きを取り戻さんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側、バックスタンド側に陣取りますのがクラブベアーズ。こちらは現在 X3 ウエストに所属しておりますチームです。こちらもかつてはマイカル・ベアーズとして1980年代90年代において松下電工、サンスター、現在でありますインパルスやファイニスとともに関西三強の一角を担っておりました、その名誉ある強豪チームです。しかし時代移り変わりまして、現在はクラブチームとして変わりまして、その厳しい状況の中、現在は X3 に甘んじております。しかしその歴史を讃えんとせんと、現在もチーム多くの人員が集っておりまして、今季こそはとその今シーズンに挑まんとしております。その最終確認を兼ねまして、この交流戦強豪サイドワインダーズに挑む形を取りました。さあこの一戦を果たして生かす形になりますのはどちらのチームとなるでしょうか。そしてかつての栄光の時を取り戻さんと、この試合にかかその輝きを取り戻さんとするのは果たしてどちらのチームとなりますでしょうか。その試合はまもなく11時キックオフとなります。試合開始までしばらくお待ちください。審判団がフィールドに入りまして、まもなく試合開始の時を迎えます。本日は MK タクシーフィールドにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールジュニアトーナメント交流戦、サイドワインダーズ対クラブベアーズの試合を行います。ただいまグラウンド中央では両チームのキャプテン、バイスキャプテン、審判団によりまして試合前のセレモニー、コイントスが行われています。両チーム首脳陣がコイントスでキックオフを取ったチームが自分の35ヤード地点からのキックでゲームがスタートします。手前側に陣取りますメインスタンド、ブラックのユニフォームがサイドワインダーズ、バックスタンド、ホワイトのユニフォームがクラブベアーズです。場内実況ありました通り、手前側がサイドワインダーズ、奥側がクラブベアーズです。
クラブベアーズレシーブ。サイドワインダーズキックオフ。ホワイトのユニフォームクラブベアーズのレシーブ、ブラックのユニフォームサイドワインダーズのキックオフで試合が開始されます。この試合は1クォーター10分、1クォーター10分、1クォーター10分の正式計時で行います。それではここでアメリカンフットボールのゲームの仕組みをご紹介いたします。アメリカンフットボールは一言で言えば陣取り合戦です。両チームは攻撃チームと守備チームに分かれ、攻撃側はボールを敵陣のできるだけ奥深く、つまりゴールまで到達させようと体力と知力の限りを尽くします。攻撃チームには4回の攻撃権が与えられます。この4回の攻撃で10ヤードファーストダウンを獲得すれば、また改めて4回の攻撃権を得ることができます。こうして徐々に前進して、最終的に敵陣のエンドゾーンにボールを持ち込めばタッチダウンとなり、6点を獲得することができます。フィールド内には選手が11名ずつ入ります。オフェンスチーム11名、ディフェンスチーム11名での対戦となります。それではサイドワインダーズ陣35ヤード地点にボールがセットされました。いよいよキックオフです。ここでトリッキーなキックオフ展開しました。ここであえて奇襲オンサイドキックを敢行しました。そしてこれをサイドワインダーズ見事決めまして、なんとサイドワインダーズオープニング自ら攻撃権を確保しております。サイドワインダーズの攻撃で試合が始まります。ブラックのユニフォームサイドワインダーズキッカー0番サイドワインダーズパスワン。本来はキックオフは相手チームに攻撃権を委ねる形になるのですが、いきなりの奇襲攻撃を見せました。キックオフの方はキックオフ線から10ヤード前進した位置ならどちらが抑えても構いません。10ヤードを超えるとフリーボールとなり、どちらのチームが抑えても構いません。サイドワインダーズの攻撃から入ります。サイドワインダーズ相手陣の46ヤードからファーストアウト10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード、サイドワインダーズの攻撃となります。さあまずはパスが通りまして、さらに行く、ナイスキャッチでした。ファースト、まずサイドワインダーズはオフェンスチーム最初の攻撃として、開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。これを取りました7番、そこからキャッチアンドランしまして、一気に10ヤード以上前進し、1回で攻撃権更新といたしました。サイドワインダーズ結果的に1回目の攻撃に再び戻ります。相手陣29ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10、9ヤード付近よりファーストダウン10。パス不成功。ここでサイドワインダーズクォーターバック19番、再びパスプレーにより攻撃権前進を図りましたが、ここでエアーズディフェンス陣が殺到しまして、あわや倒されるところでしたが、パスを投げ捨てる形でこのプレーを終了しました。マイパスは失敗となりますと、ボールは元の位置に戻されます。後方にロスすることを、ここはクォーターバック19番見事避けました。しかし攻撃権は1つ失いまして、サイドワインダーズセカンドダウン10、ボールオンは相手陣29ヤード、セカンドダウン。さあ再びファーストプレー、パス成功。クォーターバック19番パスを続けます。今度は左に展開したワイドレシーバー20、サイドワインダーズクォーターバック19番リード選手から25番の選手にパスを通しまして、約7ヤードのゲイン。これによりまして7ヤード前進しまして、サイドワインダーズの攻撃からセカンドダウン残り3ヤードの状況に変わります。サイドワインダーズセカンドダウン3、さあこの3ヤードどのように攻めるでしょうか。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック19番ここでハンドオフから自らキープ、その走力を生かしまして左オープン展開し、サイドワインダーズ攻撃権更新としました。
サイドワインダーズ1回目の攻撃戻しましてファーストダウン獲得です。自らボールを持ち中央付近をつきました。このようにアメリカンフットボールの攻撃は4回の攻撃権で10ヤード前進し攻撃権をリセットし続けるか。その回数の間に相手奥深くにあるエンドゾーンタッチダウンを狙って得点を狙います。ファーストダウン10サイドワインダーズ順調に攻撃進め相手陣14ヤードからファーストダウン10さあ今度も中央へのラップでクォーターバック自ら突破を図りました。相手の裏を突くように中央突破し攻撃権前進をさせまして約4ヤードゲインとしています。クォーターバック19番は井戸。4ヤード前進しましたのでサイドワインダーズセカンドダウン62回目の攻撃で攻撃権更新必要距離は6ヤードとなります。ボールの位置は相手陣10ヤードエンドゾーンまで10ヤードの位置まで迫りました。パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック19番右に流れながら右に降りましたワイドレシーバーへのパスを投じました。エンドゾーン手前側ギリギリでキャッチを図らんとしましたパスですが、しかしわずかにショートしセカンドダウンサードダウンに変わります。ファーストダウン獲得までは残り6ヤード、タッチダウンまでは残り9ヤード。しかし絶好の位置です。相手陣10ヤードからサードダウン63回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は6ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまで残り10ヤード。ベアーズナイスディフェンス。ここでランプレーによる突破をサイドワインダーズ図りましてキャリア7番にボールを託しましたが、これを読んだかブラッベアーズ57番チャージしまして約1ヤードロスに変えています。ここはベアーズ52番陣で誠選手がタックル、見事タックルしましたのはグラッベアーズ52番でした。52番の陣で兵庫県立大学出身のプレイヤーです。フィールドゴールフォーメーションの模様です。サイドワインダーズフォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。しかしこのプレーは崩れましたが、そこでホルダー12番はキープレーに出ました。キックフォーメーションからでももちろんダウンプレー、パスプレー展開しても変わりません。この件に使いましてホルダー12番左オープン展開し、むしろ攻撃権更新を果たすことに成功しました。田原選手がボールを素晴らしい判断で攻撃権更新しましたが、サイドワインダーズ12番のホルダー田原、これによりましてサイドワインダーズ相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。8段までは残り1ヤード。さあ絶好の機会を逃したサイドワインダーズ相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール、パス成功、タッチダウン。この1ヤードをサイドワインダーズパスプレーで突破しました。ワイドレシーバー25番内側に切れ込んでくるその一瞬のタイミングを使いましてこのパスをキャッチし、サイドワインダーズタッチダウンを上げております。タッチダウンによりサイドワインダーズ6点獲得。キックでゴールを通過させれば見事タッチダウンを上げましたのはサイドワインダーズ25番の以外、そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに伸びます。キックこれをキッカーゼロが見事決めまして1点追加、サイドワインダーズ7点クラブベアーズ0点となりサイドワインダーズ先制に成功しました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外のパターンとしては自らが自陣のエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。得点パターンはセーフティーの2点、キック、フィールドゴール3点、タッチダウンの6点、そしてトライフォーポイントを加えますと6点、7点、8点、5点の5通りの得点パターンとなります。
そして試合は得点を挙げました。サイドワインダーズのキックオフで試合が再開します。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側がキックオフします。さあ、これをベアーズリターン入ります。リターナー7番タックル受けながら自陣25ヤード付近まで返しました。先ほど得点を挙げましたこの位置からサイドワインダーズのキックオフで試合再開。キッカー0番コーゲ選手のキックオフボールをホワイトのユニフォームアメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ただちか選手ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回突進、攻撃権はホワイトのユニフォームセカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはサイドワインダーズがこれを生かしまして得点しました。さあ、クラブベアーズ反撃になるでしょうか。クラブベアーズファーストダウン10。ホワイトのユニフォームクラブベアーズランニングバック45番川端大地選手のクラブベアーズは判定から入りました。ランニングバック45番ハンドオフを託されまして中央突破、約2ヤードのゲインです。クラブベアーズキャリア45番は川端。クラブベアーズセカンドダウン、クラブベアーズセカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。再びランプレーによる突破を図ります。クラブベアーズランニングバック45番川端選手、キャリア45番に託しまして右オフタックル付近に突入させまして、約ゲイン1ヤードとなっています。アレゴリー TV 様コメントありがとうございます。フィールドゴールで見られた際のブロックに関する鍵ですが、この点に関してはルール詳しい方の方がいいと思います。ローブロック、つまり膝から下へのブロックは基本的に現在のルールではほぼ禁止という形になります。クラブベアーズサーダウン7、さあパスが成功しました。成功、中央に切れ込んだタイトエンドへのパスが投じられましたが、しかし攻撃権更新にはわずかになっておりません。フォースダウンに変わります。しかし密集点見事にキャッチしましたが、クラブベアーズの2番川野選手へのパスが成功。原因は厳しい状況ですが見事にパスキャッチを決めました。しかしファーストダウンには至っていません。しかし残り3ヤード伸ばしましてフォースダウン、最後の攻撃権に変わります。一般的にローブロックは現在のルールではボールの開始点があり後方よ後方、そしてラインマンの両端より後方という形に制限がされております。先ほどのご指摘がありましたローブロックが果たしてどのエリアにあったかという点が問題になると思いますが、フィールドゴールフォーメーションも基本的には攻撃体系にあります。攻撃体系のルールの範疇内であったブロックであれば合法なブロックとなります。ただいまの反則は攻撃側クラブベアーズにディレイオブゲームの反則、プレーを始めるまでに時間がかかりすぎたという反則です。ここでオフェンスの反則がありました。ディレイオブザゲーム、フォースダウンのやり直し、遅延行為を働いたという反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを始めなければ5ヤード抜退するという形になります。従いましてクラブベアーズ5ヤード下がりましてフォースダウン7、フォーメーションを変えました。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。しかしここでトラブル発生、スナップを飛ばされました。パンターこのボールをジャッグルしました。クラブベアーズフォースダウン、なんとか抑えようとしましたが、しかしボールを確保するのが良いやっとであり、結果的に大きく後退する形で攻撃権譲渡となります。パンター87番ユキタ選手、その場でボールを拾いましたがタックルされ、その時点でボールデッド。攻撃権はサイドワインダーズに移ります。14ヤードという絶好のポジションからの攻撃開始という形になります。サイドワインダーズファースター、ブラックのユニフォームサイドワインダーズ敵陣14ヤード付近よりファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでサイドワインダーズ一気にタッチダウンを狙いました。
エンドゾーンに走り込んだワイドレシーバー0番がターゲットでしたが、しかしパスがオーバースローし、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10、さあクォーターバック右に流れてエンドゾーンへパスを通した、パス不成功、パス不成功の判定です。パスインコンプリート、パスは不成功。エンドゾーン奥に走り込んだワイドレシーバー9番がターゲットでしたが、9番キャッチしましたが、しかしエンドゾーンの中で着地できませんでした。パスプレーはパスを取り着地した段階がその確保地点となります。従いましてパス不成功の判定となり、サードダウンに変わります。しかし絶好の位置にありますサイドワインダーズ、相手陣14ヤードからサードダウン10。パス不成功、パスインコンプリート。これもタッチダウンを狙うパスでした。エンドゾーン走り込んだレシーバーへのパスでしたが、しかしこれはベアーズのディフェンスカバーよく、パス成功に終わりフォースダウンに変わります。ここはクラブベアーズディフェンスバック陣が3人でカバーしていました。パスインコンプリート、パスは不成功。サイドワインダーズフォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。フィールドゴールキッカーは0番のコーゲ。このキックは失敗、コースが攻めまして失敗に終わりました。サイドワインダーズ絶好の機会ですが無得点で攻撃上途となります。コースダウンでしたので攻守が入れ替わります。攻撃権はホワイトのユニフォーム、非常に厳しい状態でしたが幸いにもこれを無得点でしのぎました。さあこの攻撃を生かすことができるでしょうか。ボールはベアーズ陣20ヤードの位置にセットされました。この位置からクラブベアーズの攻撃と変わります。クラブベアーズ自陣20ヤードからファーストダウン10。ホワイトのユニフォームベアーズ自陣20ヤードよりファーストダウン10。さあまたしてもランプレーから入ります。確実に地上戦で生産とするその戦術を感じます。キャリアは同じく45番の川端でした。約3ヤードのゲインは3ヤード。クラブベアーズ自陣23ヤードからのセカンドダウン7。さあ再びランプレーが入りました。同じく45番川端に託して右オフタクルを突破を図ります。ゲインはしかし1ヤード。しかしここはサイドワインダーズディフェンス陣早い集まり、1ヤードのゲインに届けています。この地上戦はしかし譲らんと強固なディフェンスを見せております。ホワイトのユニフォームクラブベアーズサードダウン6。4回の攻撃権のうちの3回目の攻撃、ファーストダウンまで残り6ヤード。キュービーサーク。ここでクォーターバックはパスを投じんと下がりましたが、それを見計らってサイドワインダーズ55番が佐藤中田選手キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。53番村越選手キュービーサーク、見事キュービーサークしましたのはサイドワインダーズ53番の村越。クラブベアーズフォースダウンロングに変わりましてパントフォーメーションを選択します。クラブベアーズフォースダウン、
ここで攻守交代、最後にならずこのパンターに殺到しましてプレッシャーをかけます。パンター21番見事そのガーシーなんとかケニラさんとしましたが、このパンターをブロックされました。このパンとされてボール、サイドワインダーズのディフェンス陣がブロック。そのブロックされたボールを抑えましたので、相手を圧倒し相手陣2ヤードからの攻撃を得ました。サイドワインダーズは敵陣1ヤード付近よりファーストダウン2ゴール。さあこの序盤戦におきまして圧倒しておりますサイドワインダーズ、相手陣2ヤードの位置からのファーストダウン2ゴール。中央プレー、タッチダウン。このプレーを確実にランプレーで仕留めまして、サイドワインダーズタッチダウン。サイドワインダーズランニングバック1番奥谷幸太郎。確実にこの距離をランニングバック1番奥谷のランプレーによりまして仕留めることに成功しました。サイドワインダーズ6点追加となります。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。キックは失敗です。しかしこのキックは失敗、6点止まりとなります。しかし先ほどのタッチダウンで13点、クラブウェアーズ先ほどのタッチダウンで6点を追加しています。さあ着実に得点を重ねましてサイドワインダーズ試合を優位に進めていっております。クラブベアーズ現時点ではその状況を打開を図るプレーが妨げられる、封じられる形になり苦しい状況が続いておりますが、さあこの状況をこの攻撃機に生かすことができるでしょうか。このキックオフリターンに注目しましょう。サイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。さあこのリターンによりましてクラブベアーズは自陣40ヤード付近からの攻撃を得ました。サイドワインダーズのキックオフで試合再開。このキックオフボールクラブベアーズリターナー92番山中大輔選手リターンしました。クラブベアーズ92番の山中、攻撃権はホワイトのユニフォーム。クラブベアーズ自陣39ヤード付近よりファーストダウン10。クラブベアーズ自陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功。さあまだ前が空いている。ナイスランファーストファースト。ここでベアーズはパスプレーに転じました。クラブベアーズ中央を切り込んできたマイドレシーバー7番これを消して一気にロングウェイ、相手陣20ヤードを超えるビッグウェイを放ちまして一気に攻撃権更新です。クラブベアーズファースト。杉田選手ボールをキャッチした後もよく走り見事なキャッチアンドラン決めましたが、クラブベアーズ7番の杉田14ヤード付近まで攻めています。さあこれが状況打開になります。1本となるでしょうか。ホワイトのユニフォームクラブベアーズ相手陣14ヤードからのファーストダウン10。14ヤード付近よりファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを敢行しようとしましたが、ここはサイドワインダーズをディフェンス見せます。キャリア45番のラインバッカー42番が後ろから追いつきまして暴言に変えました。サイドワインダーズ47番ディフェンスライン中田選手がタックルしています。サイドワインダーズ47番の中田。第1クォーター終了。
ここで第1クォーターの終了です。NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールトーナメント失礼しました、グリーンボールジュニアトーナメント交流戦、サイドワインダーズ対クラブベアーズの試合は第1クォーターを終了しまして13対0でサイドワインダーズがリードしています。